邪神ちゃんですの。今回は9月15日に公開された映画プリキュアオールスターズ F の感想について話していきますの。20周年を記念した作品ということで、これまでのプリキュアが大好きであればあるほど楽しめるいろいろな仕組みが盛りだくさんの大変素晴らしい作品でしたの。動画の前半では概要やあらすじについてネタバレなしで楽しめるような形にして、動画の後半では実際に見てきた感想をネタバレ込みでお話しして皆さんと感動を共有したいと思っていますの。それでは早速いきますの。動画の前半はネタバレなし。見に行こうか迷っていてネタバレを見たくない人は動画の前半だけ見て映画館に足を運んでもらえればと思いますの。映画プリキュアオールスターズ F は名前の通り、これまでのプリキュアが集合する作品。中でも直近のプリキュアを中心にして、現役でプリキュアを見ている世代はもちろん、かつてプリキュアを見ていた世代も楽しめるようないろいろな工夫がなされていましたの。とにもかくにも、まずはあらすじから。公式ホームページに記載されているあらすじを読み上げさせていただきますの。プリキュア全員大集合と思いきや、みんなバラバラに。ここはどこ？空が目を覚ますと、そこに広がっていたのは不思議な世界。どうやら真っ白たちとはぐれちゃったみたい。でもそこでユイと真夏と出会って、さらにプリムにも出会って、新しいお友達がいっぱい。なんとプリムはキュアシュプリームに変身するよ。真っ白は海に浮かぶ小島で、ローラやアマネ、のどかと出会ってモンスターに襲われているプーカを救助。翼はさあややことは、はるかと出会って空中庭園をお散歩。アゲハはアスミとダラとゆかりに出会うんだけど、ダラとゆかりがうまくいかなくて大変。たくさんのお友達と出会ったけど、なぜかみんな記憶はあやふやで、しかもこの世界にいるのはプリキュアだけ。元の世界に戻りたい。手がかりは遠く彼方に見えるお城。さあここから旅の始まり。お城を目指して大冒険へレッツゴー。こちらがあらすじとなっていますの。端的に要点をまとめると、プリキュアが全員大集合したこと、しかしバラバラでみんな記憶があやふやということ、新たなプリキュアキュアシュプリームが登場することという3点が非常に重要になってきますの。このあらすじからも読み取れる通り、作品の枠を超えてテレビシリーズでは見られない別作品のプリキュア同士の交流だったり、そのメンバーだからこそのいろいろな場所を冒険するワクワク感が伝わってくるかと思いますの。キュアシュプリームの正体だったり、話の核心に迫るような内容はあらすじには全く書いていないので、これ以上はネタバレなしでは喋れませんの。ということで、ここから先はネタバレ込みで感想を話していきますの。ネタバレが嫌な人はここで動画を止めて劇場版を見てから続きを再生してほしいですの。とにもかくにも、この作品のすごいところは、20年で描かれてきたこれまでの名シーンのプレイバック。プリキュアを見てきて涙した数々の名シーンが画面に映るたびに絶叫しそうになるし、その名シーンがこの作品のプリキュアたちの背中を押す構成が非常に見事ですの。プリキュアの原点ともいえる2人はプリキュア第9話の喧嘩会だったり、イエス、プリキュア5第11話の気球会、フレッシュプリキュア第23話のイーストの和解会、他にも話数を挙げるとキリがありませんが、プリキュアを愛し続けてきた人にとってこんなに特別な映画はありませんの。そもそも舞台となった世界にも、これまでのプリキュアで描かれてきたロケーションが多数出てくるシーンもあり、改めて思えば序盤から思い出だらけの作品でしたの。私も双子山はすぐ気がつきましたが、それ以外は気づいたり気づかなかったり、映画本編やこれまでのプリキュアシリーズを何度も見返せば見返すほど新しい発見がある、何回も繰り返して見られる素晴らしい作品ですの。次に印象的だったのが、本当の意味でのオールスターズ、プリキュアって何人いるの？という問いに対して、詳しい人ほど明確な答えを返しづらいというのがプリキュアシリーズの面白いところ。限りなくプリキュアに近い存在だけど、キュアという名を冠していないキャラクターや、劇場版でしか登場していないプリキュア、妖精がプリキュアになったパターンなど、
どこで線引きをするべきなのか人によって難しいラインが存在しますの。良くも悪くもオールスターズの定義は公式が決めるというのが私の考え方ですが、本作は本当の意味でのオールスターズ、前述したプリキュアかどうか絶妙なラインのキャラクターたちもみんな登場するウルトラハッピーな作品でしたの。特に嬉しかったのはやっぱりミチルさんとカオルさん。2人はプリキュアスプラッシュスターでの活躍は本当に素晴らしいものなんですが、プリキュアではないとされていて、過去のオールスターズにはいなかったりチラッと映ったりぐらいの出演になっていましたが、今回はかなり大事なシーンで最高のプリキュアの思い出として大活躍。もちろんこの2人以外にもプリキュアかどうか微妙なラインのキャラクターやテレビアニメを彩ってくれた様々なサブキャラクターたちもたくさん出てきて、制作側のプリキュア愛を胸いっぱい感じられる本当に素晴らしい作品でしたの。プリキュアが作品の枠を超えてたくさん出るということは、今まで実現しえなかった絡みもたくさん。序盤の冒険パートでは空、ゆい、コメコメ、真夏、プリムの空チーム、真白、天音、ローラ、のどか、ラビリンの真白チーム、翼、エル、サーヤ、琴葉、はるかの翼チーム、アゲハ、アスミ、ダテ、ダラ、ゆかりのアゲハチームの4チームに分かれて個性あふれる旅路へ。このメンバーで行動したらきっとこうなるだろうなと想像通りなわちゃわちゃがとても楽しかったですの。翼チームのプリンセスのお話もすごく良かったですし、ダラとゆかりさんの対立は微笑ましくもあり、和やかすぎない作品の緩急に一役買っていましたの。後半の戦闘パートではキュアマーメイドとキュアラメールの人魚コンビや、キュアピースとキュアミルキーの電撃コンビ、ご飯でつながるキラキラプリキュアアラモードとデリシャスパーティプリキュアだったりと、1秒も目が離せない素晴らしい戦闘ばかりでしたの。もちろん各作品ごとにその個性を生かした戦闘もたくさんあって、どの作品のファンにもたまらない内容となっていますの。さすがにとんでもない数のプリキュアが登場しているので、全ての小ネタをちゃんと拾えたかどうかは全く自信がなく、ブルーレイなどで何回も見返したいと思っていますの。そして大切な本作のメインストーリー、簡潔に一言で言えばプリムの視点で考えるプリキュアって何というテーマだったかなと思いますの。プリキュアに対して憎しみに近いほど強い憧れを抱いていたプリム、その思いを通して改めてプリキュアって何だろうと正面から向き合うことのできるストーリーでしたし、現行のプリキュアである広がるスカイ、プリキュアのテーマでもあるヒーローとリンクする素晴らしい内容でしたの。これまでもそしてこれからもプリキュアたちの勇気や成長に力をもらって明日に進む活力をもらえるような本当に大好きなシリーズだなと改めて実感する素晴らしい劇場版でしたの。ということで今回は映画プリキュアオールスターズ F の感想についてお話ししましたの。映画館で黙って見るのが辛すぎる作品で、自由に喋れる環境でいろいろな思い出を語ったりしながらまた見たい作品だなと強く思いましたの。あのシーンが良かったという熱い思いや、こんな小ネタがあったなどの感想があればぜひコメントしていってほしいですの。このチャンネルではアニメに関する動画とアニメのテレビ放送に合わせた同時視聴配信を毎日しておりますの。ぜひチャンネル登録と高評価をして同時視聴配信にも遊びに来てほしいですの。では今回の動画はここまで。またね、ですの。